はい、続いてですね、山根さんのメールでも見たんですけども、これ多分同じような動画なのかなと思いますよね。あの雪山で、お二人でねはしゃいでいるって感じでございます。でタイトルにダメ親父二人って書いてますよね。でこの 何がダメなのかってことをお互いにあのなんかね暴露し合うっていうのをやったらいいんじゃないですかね。私はこんなところがまだまだなんですよみたいな感じで、天野さんが言うと、たら山根さんはね、いやいや私もこういうところあるんですよみたいな感じで、ダメ親父2人って書いてるけども、この謎が解決されないまま動画が終わっちゃってるのがちょっとねこう尻切れトンボというか残念だなというところなんで、せっかくタイトルで伏線を張ったんで、やっぱり伏線を回収するための動画コンテンツにしていくためにはなんでダメなのかってことをねお話していって、もうできればねだからどうするってもので入っていくと視聴者さんにもすごく共感と参考を呼ぶんではないかなと思います。はい、ありがとうございます。